Tigers. Tigers です。ガオー。さあ、ということでね、今日ですね、スーパーに行ったらね、あれ見たことないなっていうね、初めてね、ミャンマーで美味しそうなね、よくわからないお菓子見つけたんで紹介したいと思います。これです。ドゥ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 パシャ。ウォンウォンウォン。チキンドライブレッド。こんなね。こんな感じの。揚げパンのなんか、トリアージみたいなこれ。どうすか、美味しそうじゃないですか。まあね。ミャンマーで見たらこれめちゃめちゃ美味しそうに感じましたね。これしかも安いんですよ。300チャットか500チャットでしたね。だから30円か50円みたいな、そんな感じの安さです。はい、ミャンマー語だとね、さあ早速開けてみましょう。開封。じゃん。よっしゃー、これですね、ミャンマーで珍しいジップロック付きですよ。ありがたい。うわ、皆さんパンパン詰まってますわ。もう袋の上ガチガチまで、ガチガチまで入ってました。どうすかこれ。色が合わない。こういうやつか、こういう化粧品的なやつか。無理だな。いいか。これちょっと、じゃあ早速食ってみたいと思います。味よくわかんない。うまい。あるよりないよりなんか。あ、落ちちゃった。なんですかねこれ。味わかんないな。チキン味なんだろうこれ。なんかついてるんですけどね。なんかなんだろうこれ。めっちゃうまいっす。まあ日本でもこういうやつありましたよね。なんかフランスパンあげたみたいなやつですね。あれに似てると思いますね。うまい。ちゃうまい。まあ安いんでね。なかなか自体たまに食うのもね、いいんじゃないですかね。こっちのスーパーに、ね、大体売ってるんじゃないですか最近、家の近くのスーパーに来たんだね。どうですか皆さん、食べたいですか。日本の方がうまい。